はいどうも、ヘビフロッグと申します。緑色に濁った水が存在しますね。実はこちらの水の中には大量のミドリムシが存在します。ただ大量に入っているとはいえ微生物なので水の中にまばらに散らばっています。ですので普通に取り出しただけではミドリムシは少しだけしか観察できません。というわけで今回はそんなまばらに散らばっているミドリムシを一箇所に密集させて観察します。もちろんとても小さいので指を使って端っこに寄せることはできません。それではどうするのでしょうか。こちらを使います。遠心分離機です。何やら面白そうな機械ですよね。遠心力を使って物質を分離できます。それでは実際にやってみましょう。ここに水と混ざった絵の具がありますね。完全に水と混ざり合っています。ほら、おお、回ってる回ってる。このように高速で回転します。それでは確認しましょう。薄く色はついていますが水の底に絵の具が溜まっています。このように遠心分離機を使えば重さに違いがあるものを分離できます。というわけで本題に移ります。こちらのミドリムシが入った水をこの遠心分離機にかけるとどのようになるのか検証します。それでは早速やっていきましょう。くらえ、回ってる回ってる。1秒間に100回ほど回転しています。ぐるぐるバットの比じゃありませんね。それでは止めましょう。グリーンウォーターがミドリムシと水に完全に分離しています。ミドリムシが溜まっていますね。それではこちらを観察しましょう。というわけで早速観察します。こちらが何もしていない方です。何もしていない方でもそこそこいますね。ただこの場合近くで見ようとすると動き回ってなかなか見えません。見えないことはありませんが少し寂しいですね。というわけで先ほどの遠心分離機で分離させた方を観察しましょう。こちらです。うわ、これであればとても観察しやすいです。おお、動いてる動いてる。おお、密集してる密集してる。ミドリムシが密集しています。うわ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 、なんと大量のミドリムシの死骸から水カビのようなものが生えています。死骸を栄養にしているのか大量に固まっています。お、絡まってる絡まってる。水カビに絡まっています。うお、潰れてる潰れてる。何かの衝撃で潰れているミドリムシが存在します。というわけでさらに密集させました。それがこちらです。うわ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 、ほぼ隙間なく密集していますね。このすべてがミドリムシです。このように遠心分離機を使うと密集させることが可能です。はい、というわけで今回は遠心分離機で分離させてミドリムシを観察する動画でした。ミドリムシだとすぐに分離しますね。というわけで今回はこういう感じで終わります。ご視聴ありがとうございました。